やったね、反撃。口に入った、ごめんごめん。って、か、なんかで見たことある。浜辺での水のかけっこはカップルの気配。ダメダメ、浮かれすぎは危険、気をつけなきゃ。アンドロメダ、よし。それじゃあまずは普通に泳ごうよ。どっちが早いか勝負だ。そういえばビーチボールっていうのを持ってきてたんだ。次はこれで遊ぼうよ。先に落とした方が負けね。とぅ、へえ、なかなかやるねマスター。いつまでだって続いちゃいそう。いつまでだって、ひょっとしてこれ永遠のを象徴する的な。まずい、ぼや。失敗、負けちゃった。よし、それじゃあ次はこのアンドロメダ水遊び祭りのメインディッシュ。これが私名物ケチュスサーフィンだ。どうどう、ケチュスに引っ張られて水の上を滑るの結構気持ちいいでしょ。かけないようにするのに必死って感じ。でも才能あるよ。多分普通の人はもっと早くにドボーンってしちゃうから。だよね、目いっぱい楽しんで。これは大丈夫だよね。うんうん、アクティビティ体験する人とインストラクターみたいになってるだけだし。引っ張り回してちょっと疲れちゃったかな。一旦ビーチに上がって休憩にしようよ。そうだね、おいしいね。さ、ここでもう一個君にプレゼントがあるんだ。今までの水遊び案内もそうだったけど、こっちはもっとちゃんとした日頃のお礼の印っていうか。受け取ってくれる？ちょっと怖いけど。よかった。それじゃあその目閉じてくれるかな。恥ずかしいから。あ、口はちょっとだけ開けといてもらった方がいいかな。そう、そんな感じ。それじゃあ行くね。大丈夫かな？硬すぎて噛めない？ダメじゃなかった？硬すぎかなとは思ったけど、加減がよく分かんなくて。
そういう形のチョコ、ロックチョコって言うんでしょ？私のやることだし、その名前もあるし、ひょっとしたら本当に岩の属性がついちゃってるかも。無理だったらすぐ鎖で引き上げるから行ってね。そう？よかった。チョコとか作るの初めてだったからさ、ちょうどいい感じにうまくできるかどうかあんまり自信なくて。喜んでもらいたいのは当然でも、甘かったり形がハートになったりすると危険でしょ。このバレンタインってお世話になってるマスターにチョコをあげるのは必須で、かつ他にパートナーがいるものは少しでも恋愛要素を匂わせると死なんでしょ。カルデア法により八つ咲きにされるって聞いたよ。辞書的な意味はうっすらとわかるけど、このカルデアでどういう扱いなのかってのがいまいちわかんないな。私はどういうチョコをあげればいいんだろう。ごめんなさい、考え事しながら歩いてたから前見てなくて。相変わらずお美しい首で、いや違う、お顔です。そのめっちゃ睨まれとる。バレンタインのことに関して悩んでいたようね。うん、まあね。新参者のあなたに教えてあげる。私は他の私に聞いてそれなりに知っているから。まずお世話になっているマスターに何かを送るのは必須。チョコでなくても構わないけれど、チョコがベストなのは当然ね。チョコと他のプレゼント両方をあげても別にいい。メドゥーサ、ペルセウスとのことで私も嫌われてるかなって思ってたけど、意外にいい子？若い感じの霊気だからかな。そしてここからが大事。渡すのはいいけれど、明確なパートナーが存在しているものは決して恋愛的要素が入らないようにしなくてはならない。入ってしまった場合は、あるいは監督官にそう判断されてしまった場合は。場合は？死よ。死！具体的には八つ咲きよ。カルデア法でそう決まっているの。カルデアの秩序維持のためにマスターとサーヴァントの双方が倫理を守る努力をしなくてはならないという話のようね。私は別にパートナーとかいないから気にしないでいいけれど、あなたはさすがにペルセウスはパートナー扱いでしょう。大変ね。せいぜい気をつけなさい。八つ咲き。バレンタイン激ムズでは。もともと私恋愛経験値とかは少ない方だからさ、何がそれっぽいのか探り探りやるしかなくて。はあ、なんだ、あんなにビクビクすることなかったんだ。メドゥーサめ、友チョコ、友チョコ、
そういう言い方があるの？へえ。けどさ、それってなんかいまいち普通っぽくない？私的にはそれよりもうちょっと特別な感謝を君には伝えたいなって思ってたんだ。よし、じゃあ親友チョコってことにならないかな。親友の基準が君には気になるところだと思うけど、私はこの今日っていうバレンタインおもてなしタイムの最後にとても親友っぽいイベントを用意してたのであった。それはそのチョコを食べてもらいながら、せっかく二人きりだからさ、みんながいるところではあまりできないような話とかしちゃおうかなと。具体的には恋バナというか、私の好きな人の話とか。ほら、そういうのって友達の中でもとびきり親しい間柄じゃないとしないものでしょ。だよね。だからそうすることで君ともっともっと仲良くなれたらいいな、なんて。よーし、任せといて。でもただ聞くだけじゃダメだよ。親友なんだから、そっちのラブラブな話とか気になる人の話とかもちゃんと聞かせてもらうからね。